こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。目標1万ドルの会員さんね、乳幼児の子育てをしながら、アマゾン輸出に取り組んでいる会員さんの売上報告。9月に売上5000ドル、突破しましたという報告をいただいて、11月の14日に7000ドル突破しましたという報告をいただいてね、2ヶ月で2000ドルアップで、まあ12月には目標の1万ドル突破しますねなんていう話をしたんですけど、本日28日、2週間後ですね、19から2週間後、9000ドル突破しましたというね、報告をいただきました。もうこれはほぼ、12月には目標の1万ドル突破はほぼ確定です。やったことといえば、売れてる商品の補充、それから売れてない商品を整理すると、赤字の商品を整理すると。いう今のところこれだけです。まあ、まだね、ホリデーシーズンでぐんと売り上げ伸びる時期ではないんですけど、もう順調に在庫切れなくして、しっかりね、補充するだけでこれだけ伸びてきてますんで、やはり一旦、まあ3000ドルなり、4000ドルなり行ってしまえば、そこから売り上げを伸ばすのはね、もうそれほど難しくないというか、この見ての通り、ぐんぐん売り上げ伸びますんで、まあ、いまいち伸び悩んでる会社はね、またこの、売上1万ドル達成のためのサポートを見て、在庫の整理を、進めてください。また自分じゃうまくできないという場合はね、個別サポートのアップグレードなんかを検討されてはいかがでしょうか。今の時期だとね、まあ、やったことがそのまま売上に跳ね上がるんで、アップグレードするには絶好の機会なんでね、まあ、ぜひそちらの方も検討してみてください。またご相談、ご報告お待ちしてます。アマゾンサポーター、堀秀夫でした。